チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ。皆さんこんばんは、緑川光です。今井麻美です。高木由里香です。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、今週もスタートしました。さて今週のチェンラジなんですけれども、実はですね、あやちゃんが、はい、スケジュールの多忙の渦に巻き込まれてしまいました。多忙の渦そうなんです。というわけでね、まあ、あの前々から決まっていたことではあるんですけれども、今週はあやちゃんはお休みということで、はい、ぜひ放送を聞いてくださってると思います。というわけでチェンクロの世界ではメダルハントイベントが開催されていましたね。皆さんメダルはたくさんゲットできましたでしょうか。割とこの間 その最中だったのか。そうですね。んで、うんうん、インテリアコインせっかくだからゲットした方がいいよって言ってたけど、した、うんうんうん、しました。はい、インテリアコイン真っ先にでもなんかその後どれを優先していいか分からなくなってパニックになりましたどれがいいんだろうって思っちゃいました。たくさんあったからね、うん、はい、というわけでぜひねインテリアコインをたくさん集めて、私も早くまだ全然置けないのでいろんなものがもう少し賑やかなお部屋にしていきたいなとは思っております。ぜひ見たいですよ、コーディネート。確かに今井さんのお部屋見たい、ま、お部屋見たいですね。ちなみにクリスマスツリーはまだあります。まだあるんですか。だってせっかくさ公開したら片付けるのもったいなくてまあね、確かに、ね、かそれは分からなくはない、うん、そうですね、なんかずっとこう一年中置いてそうさあ、というわけで大いなる予兆のプロローグも配信がスタートしていますよね、うん、気になりますけれども、その後ね。そうですね、うん、はい、皆さんもぜひチェックしてみてください。というわけで今回ですが、チェンクロとコラボが決定したテイルズオブシリーズから、テイルズオブジアビスルーク・フォン・ファブレ役の鈴木千尋さんがゲストで登場してくださいますよ。というわけで始めてまいりましょう、チェンラジスタート。この番組は株式会社セガの提供でお送りします。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジオ、者ども時をあげよう。改めまして、緑川光です。今井麻美です。高木由里香です。さて、ここでゲストの方の登場です。この度チェンクロとのコラボが決定したテイルズオブシリーズよりこの方が来てくださいました。はい、テイルズオブジアビスルーク・フォン・ファブレ役の鈴木千尋です。お願いします。お願いします。お願いします。というわけで、1995年リリースのテイルズオブファンタジア以来、ファンタジー世界を舞台に繰り広げられているテイルズオブシリーズですが、今ちょっとパッとウィキを見てみたところ、うんうん、スクロールしないとゲームタイトル一覧が見れないぐらい、うん、本当にたくさんあって本当すごいですよね。で今回はですね、そのテイルズオブシリーズのいろいろな作品がチェンクロの世界に登場ということで、ファンの方はもう今よだれが止まらないんですよねいやもうよだれは止まらないじゃないですか。マスクしながらもよだれがいっぱい止まっちゃって、ちょっと目の前によだれが見えますよね。チェンクロでコラボった作品でも一つのシリーズが長くやっててっていうパターンはあるけど、うん、そうですね、一応このテイルズオブっていう枠で、うん、まあそれぞれ違ってっていうパターンは初めて、うん、ああそうなんだ、全然違うもんね、うん、出てくるのね。やっぱこうゲームとか RPG が好きな方は一度は触れたことがあるシリーズだと思うので、うん、本当皆さんもワクワクしてると思いますが、もちろん今となってはジアビスってどの辺に位置するの、トータル俯瞰で見た時に。何年と何年前、割と、まあ、10周年の記念作品、うん、っていうとこですよね。真ん中よりはちょっとぐらいですかね。21年だとそうですよね。気がつけば、ね、17年目か、アビスが17年目だからそうですよね、うん、3分の1ぐらいのところに名前がありました上から、まあ、そもそもね、PS とかそういうので出てたけど、はい、今ほらアプリとかさそういうのでもあるから、ね、バンバンタイトル増えてるのかもしれないね。そうですね、うん、すごいですね。確かにやっぱあと4、こう PS かスーとかからまた何かに移植とかで初めて触れる方もたくさん、 3DS にも確か移植されたりとかね、うん、長い付き合いましたね、ジフロ君もね、キャラクターと17年目ですか。でも何ほら、俺はイベントとかで一緒になった時ぐらいしか知らないけど、テンション高いじゃん。
ちーちゃんがあのキャラクターが、まあ、キャラクターそうですね割と、うんうんうん、あれは年々しんどくなってきてないやなんか逆に不思議なもんでなんか中身が若返ってる感じですよ。あそうなんだ。そう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 、なんか逆に格好つけなくなってくるから自分の本来のなんか子供っぽいとこ使ってるんで、うんうん、全然苦じゃないですね。あそれはいい付き合い方ですね。ちーちゃんがそのルークを演じた時っていうのは、うん、芸歴的にはどのくらいだった？ちょうど10年目で、うん、それで10周年だったから、だからテイルズシリーズとなんか、うん、ラッキーなことに同期。あそういうことか。27年目ですよね。考えてみたらそれこそあってもうリオンなんかもうずっとじゃないですか、はい、僕も若い時に若い時に始めました。しかもフェスティバルっていうねお祭りではリオンは殿堂入りですよ、人気投票で。あそうなんだ。もう段違いの人気すぎて。そうだよね、どうでしょうね、昔からね、よう人気がありましたね。ほらネットとかほらあの当時はないから、はい、うんうんうん、ただやっぱりいやそのラストはないだろうみたいな手紙がいっぱい来ましてですね。緑川さんに知事じゃあ作ったところ大元に、はいはい、そう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 だよね。だから後にね、うん、リオンは主役じゃないのに主役のゲームが出たくらいですから、はい、すごいですよね。それすごいっすよ ね、 ね、今そのお二人が会話してるのをずっと交互にお顔を見ながらただただ聞いているだけのユリポン。いやもうなんかラジオを聞いてるような感覚がいいんですけどねちなみにテイルズオブシリーズは27年目に突入、ね、まだちゃんとね、あのバリバリ頑張ってるところがすごいね。そうですよね、本当に。で我々も未だにやってるじゃないですか。そうですね、相変わらずやってますそうね、だから古いそうやっぱそんな役やったなってわけではなくね、なんか毎年何かしらやってますからね。すごいよね。はい、そんなテイルズオブシリーズとチェンクロのコラボ一体どういう内容になるのか皆さん気になってると思いますけれども、まずはこちらの映像をご覧ください。チェインクロニクルに新たな義勇軍が参戦。チェインクロニクルテイルズオブシリーズコラボイベント開催。リットリットコラボが始まるぞ。コラボ？はあ、俺は別に毎日平和に過ごせてればそれで。テイルズオブシリーズから7人が義勇軍に参戦する？しゃあねえな、そういうことなら話は別だぜ。ところでさ、なんか俺たち声似てないか？言われてみるとそうかな。まあ細かいことは気にしない。せっかくのコラボだし、今回は義勇軍の隊長である俺が新たに参戦する仲間たちを紹介しよう。よっしゃ、なんだかワクワクしてきたぜ。テイルズオブジアビスからルーク・フォン・ファブレ。これでも！やってやるぜ！ティアグランツ。我にあだなす者を包み込む。行こうよ、汚れなき風。我にあだなす者を包み込む。イノセントシャイン。テイルズオブベスペリアからユーリローウェ。おしまいにしようぜ。ひらめけ、全力なる刃。これで決める。ひらめけ、とんでもない刃。日本の闇を作ろう。あだなすものを未人に砕く。残光漏れ。そしてエステル。邪と交わりし、悪しき魂に清き聖断を。セイクリッドブレイブ。行きます。邪と交わりし、悪しき魂に清き聖断を。セイクリッドブレイム。テイルズオブグレイセス F からアスベルラント。きらめく刃は勝利の証。終わらせてやる。きらめく刃は勝利の証。ソフィー。宿れ天心。
とどろけ子供、インフィニティアソバ、解放します、やるね剣心、とどろけ子供、インフィニティアソバ。そしてテイルズオブエターニアからはヒットハーシェルだ。なんとキャラクターのボイスは全て取り下ろしだ。すっげー気合い入ってんな。って、うわ、なんだこれ、急に体が小さくなったぞ。これがチェンクロおなじみの 3D モデルってやつか。じゃあここからは俺が紹介するぜ。ゲームではもちろんオリジナルストーリーってのを実装してるんだってよ。俺たちとチェンクロの義勇軍が力を合わせて異変に立ち向かうんだ。一体どんな冒険が待ってるんだろうな。そしてコラボ期間中にプレイすると報酬として俺リッドが仲間になるぜ。みんなで一緒に戦おう。武器錬金で俺たちの武器も手に入る。もちろん義勇軍の仲間たちも装備できるぜ。俺たちがユグドで大冒険。この世界にも誰かの大切な人たちが生きてんだ。潰させやしねえ。絆をつなぐ者たちよ、立ち上がれ。チェインクロニクルテイルズオブシリーズコラボ。このコラボが終わったら腹いっぱい食いてえな。ファラのオムレツ。はい、ということで、石田さんにちょっと無茶させすぎじゃない。確かに、ね、石田さん大活躍。本当に主人公とリッドの掛け合いがすごく似てるなって言ってた。いや、まあ、確かにね、誰もが思うけどさ、リアルな会話でそうそう言わないよね。そうです。自分の声が似てる人がいても似てますよね。セリフが何の人が言うなら分かるけど。超面白かった。いや本当にちょっとメタ要素もありつつ、はい、こちらチェンクロとテイルズオブシリーズとのコラボは3月3日木曜日11時よりスタートとなります。はい、まずは今回のコラボイベント、君と連なる物語のあらすじをご紹介しましょう。ある日突然、7人4組の旅人がユグド各地にそれぞれ転移してきた。ルークとティア、ユーリとエステル、アスベルとソフィー、そしてリット、それぞれ元いた世界も出現した場所も違う異邦人たち。そんな彼らが元の世界へ戻るための手がかりはただ一つ。ユグド全土で多く目撃情報が寄せられる魔人フロガビトス。炎の丘陵、精霊島、西王国、砂漠の古都、各土地の仲間たちと出会い交流を深めながら、7人の旅人たちは元の世界に戻る方法を模索していくとなっています。どうも、魔人フロガビトスを演じさせていただいております。ああ、そうなの。さんが本当にそうなんです。そう、一瞬ね出てましたけれども、絵にね、このあらすじにもありましたが、テイルズオブシリーズのいろいろな作品のキャラクターたちが同じ世界線に登場するというのが今回のコラボのポイントとなっておりまして、だからこそのユリポンの目尻がずっと垂れっぱなし垂れっぱな状態。でもなんかテイルズシリーズあるある、ファンとしたこうあるあるだなと思って、ちょっと嬉しいものがありますね、こう各世界のキャラの主人公が集結して、でみんなでこうストーリーを繰り広げるという、じゃあちょっとあれでしょ、今井さんに、ね、妬みがなんか、ね、フロガブとして絡めんの。私のキャラは、お家で自分で声当てられるんだ。フロガブとして、あ、じゃあ私もちょっとフロガビちゃんになってフロガビちゃん、家でもそうやって楽しんでもらえばいいんです。フロガビちゃんはい、まあでもね、あのいろんなイベントとかではね、こうやって主人公同士が掛け合ったりとかもね、あると思いますけれども、もうどっぷり世界に使っていただけると思います、はい、それでは、今回のコラボキャラをご紹介していきたいと思います、今回登場するキャラはすべてダブルエスレア、そしてなんとボイスはすべて取り下ろしとなっております。すごい。まずはテイルズオブジアビスより、ファブレ公爵家の子息ルークフォンファブレ戦士の残武器 CV は鈴木千尋さん、イラストこちらになりますね。どうですかルーク、もうかっこいいです。もうあの、まあ、どこまで言っていいかわからないんですけれども、あれよ、ユリポン的には腹筋でしょ。腹筋ね
いやいやいや本当ね、冬場結構寒いんですよ。なぜ開けたしって。そう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 。いやでもこのねちょっと性格が悪いけど、でもどんどんこう仲間たちと過ごすことによって、性格がねこう良い子になっていくっていうのがとても好きですね。なんかあの7歳の子供なんですよ、精神年齢が。はい、はい、簡単に言うとね、そうですそうです。スキル動画がありますので、はい、まずはこちらをご覧ください。うん、やってやるぜ。なあ、くらえ。なんかさ、SD たん、あのインテリア担当の俺としてはさ、めっちゃクオリティ高い気がする。またはかどっちゃいますね。すごいなんか気合入ってる気がするんだよね。そうですね。どうですか、実際のテイルズのゲームの中の技と比べて。はいはい、なんかあのすごく新鮮ですよね。この感じで見ると、結構強い技なんで、コミカルな感じに見えるのもなんかいいですよね。可愛らしくてね。では続いてこちらもご紹介したいと思います。テイルズ・オブ・ジ・アビスよりオラクル騎士団のクルーナーティア・グランツ魔法使いのまぶき、 CV はゆかなさんということで、こちらですね。どうですかティアは。ティアも好きです。もう出ます。なんだもうストーリーがバーってこう思い出しちゃいますね、やっぱりね。まあルークの保護者です、ほとんどもう立場的には面倒見の良いクールなんだけど可愛いものが好きみたいなね。割とあれだよね、なんかユリも普段こういう服着てるよね。いや着てないと思います。こんな感じすごいね。結構気合い入ってるからこれ。これもなんか冬場寒いっていう。黒いのまま見たことないんだけど。今度着てきてほしいっていう。じゃあこちらもスキル動画、はい、ご覧ください。汚れなき風、我にあだなすものを包み込む。行くわよ、汚れなき風、我にあだなすものを包み込む、イノセントシャイン。魔法じゃかけな。綺麗ですね、すごい。もうみんな連撃系だね。確かにガンガンボコ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 なんかってくる。結構技的にな、ダメージ的に強いんですか。強いと思います。強いですね。そうなんだ。なんか義勇軍本部に置いたら、さっきのあのちょっと紫のホワーンってした感じも見られるようになるんですかね。プレッシャーかけないプレッシャーかけない予定がかけなきゃいけない。そっとしとく。ちょっと緑川生が全種類集めてくれるんだろうなって今ね、ワクワクでいっぱいですわ。それはちゃんとね、4凸した人が見れる特典ですよね。はい、というわけでじゃあ続いていってみたいと思います。テイルズ・オブ・ヴェスペリアより下町の兄貴分ユーリ・ローウェル戦士の残武器、 CV は鳥海川介さんです。それでは見てみましょう、スキル動画です。おしまいにしようぜ、ひらめけ鮮烈なる刃、無限の闇の鋭く切り裂く、必ずものを微塵に砕く、残光漏洩陣。これで決める、ひらめけ鮮烈なる刃、日本の闇を鋭く切り裂く、あだなす者を微塵に砕く、残光漏洩陣。すごい。なんかさっき今井さんも言ったけど、今回すごいね、みんな、うん、だって追加のやつもなんかババババババってなっちゃう。そうですね、追加のやつもなんか今までにこんなに長い技があっただろうか。確かにすごい長い。あのコラボはそんなに長くないですか。いやそうですね、バスーンと終わるタイプのキャラクターが多い範囲ですけど、多分これミスした時ずっとスカ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 しちゃうってことですね。これで決めるって言ったけどさ、なんこう何連撃も出てるからさ、どれでどれで決めた。全部トータルでもなんか結構ワンマン行く系の私のプレイスタイルには合ってるような気がしますね。結構ガンガンやってくれるのはいいですね。そっか、決め切るまで切る。そうですね。敵ももう粉々になるので2倍でできますから。ちなみにユリコはベスペリアシリーズも、あ、プレイしましたね。なんかもうさっきの SD
からしてこの立ち振る舞いをしてたのがまず可愛いなと思ったのとこういうあれだよね、ゆり君、こういうタイプ弟にしたいんだよね。弟なのかな、なんかお兄ちゃんの方がいいかもしれない。兄貴分ですね、はい、頼りになるかな、ついていきたいなと思いますね。一緒にギルドやりたいはい、さあというわけで同じくテイルズオブベスペリアより次のキャラクターいきたいと思います、はい、帝国の姫君エステル騎士の西武器 CV は中原舞ちゃんです。それではこちらもスキル見てみましょう。ジャと交わりし悪しき魂に清き聖断をセイクリッドブレイブ。できます。蛇と交わりし悪しき魂に清き聖断をセイクリッドブレイム。かわいいね。かわいいですね。衣服もしてくれるという騎士でございますけれども、癒されますね。このキャラどうですか。このキャラは一緒にお花畑に行きたいです確かにほんわかしてるからね。そうなんです、でもまあ意外と私この盾が意外だったなと思いました。うちにあるのと似てるって意外とうちに飾ってるのと完全にコスプレイヤーで認定してますさっきから徐々にコスプレはちょっと経験がないんですけどまあでもテイルズはね、コスプレもすごい盛んですから ね、 ちょっと舞台版が結構ねコスプレイヤーもすごく再現されてて、エステル役の彼女もすごくそっくりでしたよ。でもこれは女性的にするならいいんじゃない、可愛いよね。うん、可愛いと思う。ただあったかいのか寒いのかちょっとちょっと肩気になります。ちょうどいいんじゃない、ちょうどいいはい、そしてですね、テイルズオブグレイセス F より光の抜刀剣士アスベルラント騎士の残武器 CV は桜井貴寛さん。さあ、ゆりぼん、このキャラは、一緒に成長したかったですね。幼馴染になりたかったなってなりたかったかな。で、あの木に刻みたいな名前をみたいな。ちょっと本当にオタクな話しか出てこないので、申し訳ないですけど。ウェルカムですよ。いや、でもアスベルもね、もう最後の最後まで、良かったんですよ。最後の最後にも。いや、場合によっては最後に裏切られた。なんだよっていうキャラもいるってこと、ね。守れなかったっていう、あの名台詞は、あれはなんかすごい本当シリアスなところなの？そうですね。もうそれはもちろんですし、もう言えないんです。もう言ったらネタバレになっちゃうじゃないですか、きっと。ゲームプレイしてね。そうなんです。でもちょっとこの目の色に注目してほしいなと思います。そうだね、ユリポンチェックね。はい、じゃあこちらもスキル動画があるので見てみましょう。きらめく刃は勝利の証。白夜戦列剣。終わらせてやる。きらめく刃は勝利の証。白夜戦列剣。ユリポンがしたから俺ずっと目だけ見てた。月が出てましたよ、月が。ずっと目だけ見てた。目にチェック、目をチェックしてた。かなりリアリティある月が出てましたそうですよ、ずっと目だけ見て。いや、でもちょっと私開発のものではなくてですね、スターダリファンのストーリーを見ている私としては、ずっともう見逃すものかと思って目だけ見てたわ。青い瞳が綺麗でしたね。月が出てましたから。そうですか、見られなかったな、残念はい、同じくテイルズオブグレイセス F より花の名の少女ソフィー戦士の拳吹き渋谷花澤香菜さんです。さあ、このキャラは可愛いですね。もう守ってほしい、ソフィーには守ってもらいたい。守ってほしいです。ちょっとファイティングポーズで私が守ると言ってほしい。このキャラは目見てなくて大丈夫ですか。このキャラは大丈夫です。どこを注目してるらしいかな、キャラクター的に。あ、でも周りですかね。周り。周りキャラクターの周り。開発の人じゃないって言ったのに。深いな、周り。きっと周りに何かしら出るはず。はい、そっか、さっきのキャラで、桜君のキャラクターで言ってくれてたら月見れてたら。周りを見とけ。分かった分かった、周りね。キャラじゃなくて周りを気にしとけ。周りはぜひ見てください。わかりました。じゃあそれを踏まえた上で、こちらもスキル動画見てみましょう。宿れ剣心、轟け鼓動、インフィニティアソナ。
します。やがれ剣心とどろけインフィニティアス。エフェクトすごいですね。エフェクトすごいですね。なるほどね。凝ってる凝ってる、うんうん、こう動きが早いのでね、うん、なかなかそれがすごい再現されているなとは思いましたけども、はい、いいですね。はい、そして、テイルズオブエターニアよりラシアンの漁師リッドハーシェル戦士の残武器 CV は石田明さんです。こちらリッドです。これがあれなんだっけ、まさに青春時代どっか、はい、私が一番最初にやった RPG になるので、ね、その辺からなんか年齢を割り出そうとしてる。いや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 、不詳なんですね。不詳なんだ、大体分かってくるなって。テイルズこれが好きって言っちゃうとそうそうか、特定されちゃうからね。いろいろ出てますからエターニアもでこちらもまずはスキルを見ていただきましょう、はい、これだって負けられない。はい、すごい2回目のスキルは強すぎますね。これね、極光壁も。え、それはあのクレームってことですか。クレームサカさんにクレームってことですか。そのコラボすごいなっていうまさかのクレームかよ強すぎますね。他のゲームではないと思いますこの二段技はそうなんだクレーム。あー、リッドもお腹出てますけど。リッドもお腹は出てますね。ルークとどう違います。どう、割となんかその辺よりもちょっとうるさいよね。あのシックスパック的な、確かにね。まあでもルークの方が割れてるんじゃない。そう、ちょっと細身の感じだもんね。やっぱルークって、うん、あのお家にずっといたけども、うん、そこはちゃんと鍛えてるっていう、あの剣の修行が唯一の趣味なんですよ、はい、そうなんですよね。あの外に出れないんで、すごい真面目にやってたんだなっていう。だから本当に真面目でいい子なんですよ、うんうん、ルークは、うんうん、リッドはどうですか。リッドはもう最初はなんか、まあ、自分が好きなように生きてればいいやみたいな結構適当な性格のリッドだったんですけど、まあ、だんだん、うん、あの 旅がこう続くにつれ、うん、自分の価値観が変わっていくっていう。ちなみにあの個人的な好みはどっちのシックスパック、ピンポイント。2人じゃなくてもいいんだよ、別のキャラクターでもいいんだよ。他のシックスパックもいるかもしれないね、うん、人気を結構マッチョ系のキャラクターいいかもしれない。一番好きなテイルズシリーズのキャラクター、シックスパックシックスパック置いといてなんかテイルズシリーズで一番好きなキャラクターは例えばほら、ね、リのつく人とかね、確かに最後ウンがつく人とかね、いるかもしれないな。リのつく人、ウンがつく人、そうね、人とか誰かいるかな。どっちでもいいよ。だから一番好きなキャラか、はい、どっちが、うん、どっちのシックスパックか。どうしても聞きたいですね。究極な選択。どちらかお答えいただかないと次に進めないです。あ、じゃあまあ一人ずつね、はい、選んでほしい。じゃあどっちのシックスパックか。あ、じゃあどっちのシックスパックがいいですか。ルークですね、私は。ありがとうございます。やっぱ鍛えてる。この後リッドは鍛えるかもしれない。まだ頑張れる。初期はちょっと柔らかめなので。唯一の趣味が生かされましたね。はい、よかった、よかった。じゃあダニが一番好きなキャラクター、後でこっそり聞いていきます。はい。そしてですね、今回はこちらのリッドハーシェルが報酬キャラクターとなります。はい。こちら、開催期間中にチェンクロをプレイするとゲーム内特設ページやコラボクエスト、イベントミッションのクリアなので合計6枚手に入れることができます。そして現在コラボを記念したツイッターキャンペーンが開催中です。チェンクロ公式ツイッターをフォローの上対象ツイートをリツイートしてくださった方の中から抽選で10名様に Amazon ギフトコード1000円分をプレゼントいたします。詳しくはチェンクロ公式ツイッターをチェックしてくださいね。というわけで3月3日木曜日よりコラボ開始となりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、これでみんな大成功。それではここでリスナーの皆さんから届いたメッセージを紹介していきましょう。題して
ゲスト宛てのアルカナメール。こちらゲスト宛てのメッセージが届いておりますのでご紹介していきます。給料のくまこさんからいただきました。パーソナリティの皆さん、ゲストの鈴木さん、こんばんは。こんばんは。テイルズオブシリーズとのコラボおめでとうございます。たくさんのテイルズのキャラの中で鈴木さん演じるルークがチェンクロの世界に来てくれると思うとワクワクが止まりません。私は主題歌をきっかけにテイルズオブジアビスをプレイしてアニメも見ました。生まれた意味を知る RPG の名の通り、世間知らずだったルークが長い旅の中で自分が生まれた意味を知り成長していくストーリーに思わず涙。アビスはテイルズオブシリーズ10周年の記念作品で、チェンクロも来年10周年を迎えるので長く愛される作品同士のコラボをとっても楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、あの主題歌カルマっていう歌がもうルークとアッシュそのままの歌で、あれを聞くとほとんどネタバレになっちゃうっていうぐらいのやつ。最初に聞きますよね、テーマ。そうなんですよ、オープニングなんで。そっか。そうで、ちょっと前に僕もあの歌わさせていただいてから、アリーナで歌いました。ちょっと緊張しましたけど楽しかったです、はい。いやだからテイルズのシリーズやっぱ本当毎回主題歌も、私もカラオケでめっちゃ歌ってた。そうやっぱなんかこうちょっとあのファンタジー感があるから、こうみんなも入り込みやすくて歌いやすくていいですよね。オープニングの映像と歌がね、ちょっとリンクしてるのがいいですよね。いいですね。ありがとうございます。続いてこちらのメールも紹介させてください、はい、チェンラジネームももちゃんさんです、パーソナリティの皆様、ルーク役の鈴木さん、こんにちは。こんにちは。テイルズコラボがついに来ましたね。個人的にチェンクロとコラボしてほしい作品ナンバーワンだったのでめちゃめちゃ嬉しいです。剣と魔法のファンタジー世界はやっぱり RPG の王道ですよね。大好きです。私はディスティニー2から遊び始めたので、特に緑川さんのジューダスが思い入れ深いです。一緒に大冒険して一緒に笑い一緒に泣きました。テイフェスやアプリで他のテイルズシリーズのキャラにも愛着があるので、シリーズでのコラボは本当に本当に楽しみです。チェンクルとテイルズさん、ありがとうということで、あぜひね、今回盛り上がってみんないっぱいガチャ引いていただけたら第2弾もきっとね、そうですね、その時にはもう登場じゃないですか。そしたらまあ10ダス配布にして、リオンも入れていただいて、先にそっちですか。まさかの10ダス先デスティニーから攻めるそれも新鮮確かに第2弾が楽しみになっちゃう、ね、楽しみね、確かに、テイフェスで毎回ね毎年ねやってるけど、やってると思いますけど、あの割とこういつもクールなこうタイプの女の子が、あんまりそういうこうオタク心とか見せないような子が、なんかテイフェスだけは行きたいんだよねってポソッと大学時代の友達が言ったのが超私印象深くて嬉しい。そう、あそっき好きだったんだみたいなのを初めて知ったの。確かになんかテイルズシリーズをきっかけに私もあの先輩と仲良くなったりしたので、学生の時にどのキャラが好きとか、なんか話すきっかけがなかった時にちょうどその先輩もゲームをやってるって言ってたので、え何やってるんですかって言ったらテイルズって言ってて、あそれだったら私もやってますって、そうなんです、話ができたなって思い、嬉しいでしょうね、なんかそういう輪が広がってね。そうですね。あだとももちゃんごめんね、さんももちゃんさんって言っちゃったわ呼び捨て希望そうだったももちゃんありがとうはい、ということでメッセージありがとうございました。さてここねゲストの鈴木千尋さんとはお別れの時間になってしまいました、はい、早いですね、はい、ですが、はい、来週もゲストとして登場してくださるということなので、しました、お願いします、はい、お願いします、はい、そしてコラボの開催を記念した絆の生放送が明日3月1日火曜日20時から生放送で配信されます。こちらにも鈴木千尋さんにゲストでお越しいただきます。はい、MC はですね柳田純一さんと私高木ゆりかでお送りしますということで。あそっか、そこでもゆりぼん出るからちょっと抑えめにしてたのか今日そっちそうなんだ、そっか、じゃそっち楽しいな、爆発するの、なんか一人で寸劇とか始める可能性ありますよねセリフ全部覚えてて、いや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 、ちょっと見てこう、まああの生放送なのでもちろん映像もありますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。映像もあるのでよろしくお願いしますってコスプレかなんかするの、いやそうだとかね、私持ってきちゃう、そうそうそう、寒いんですけどなんつってマジか楽しみ楽しみに、まあいろんな意味で楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。本日のゲストは鈴木千尋さんでした、ありがとうございました。ありがとうございました。
ここでプレゼントのお知らせです。ルーク役の鈴木千尋さんのサイン色紙を3名様にプレゼントいたします。こちら応募方法なんですが、チェンクロ公式ツイッターをフォロー&リツイートしていただき、ハッシュタグチェンラジ感想で番組の感想をつけてぜひツイートしてください。たくさんのご応募お待ちしております。続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報をご紹介していきます。現在幻獣の世界男子生登場フェスが開催中です。今回登場したのは幻獣の世界男子生ラール戦士の残武器、 CV は遠山奈緒さん、イラストは萩谷香織さんです。こちら本日スキル動画がありますので見てみましょう。すごいな、あの体の斜めの角度とかすごいですね滑らかな、まあ、いろいろとね凝ってるんですけども、うん、僕が一番気になってるのはだいぶ顔色が悪いなっていう確かにラールさん、いやもともとほら結構ね、うん、なんかこう、うん、いいお肌の色をしてるじゃないですか、元気そうなんだから余計大丈夫って灰色のようになっちゃいますけどもね、はい、開催期間は3月3日木曜日までです。続いて暴虐の世界レポーター登場フェスも開催中です。今回登場したのは暴虐の世界レポーターエンビー、弓使いの弓武器、 CV はさくらあやねさん、イラストは秋津平さんです。こちらもスキル動画見てみましょう。情報こそが私の武器、お任せ。いいな、ちょっと中二的にはあの環境っていうか、うん、パソコンのいっぱいのあれいいな、あかっこいいなあれほぼほぼ武器見えてないですもんね、そんであの迷子にならなさそうな演技メガネキリね、かわいいですね。というわけで開催期間は3月の3日木曜日までです。続いてお得なパックが登場です。幻獣の世界ダナディパック、幻獣の世界ボムボマーパック、暴力の世界アンジェリカパック、そして暴力の世界チヨメパックと幻獣暴力の世界のキャラが手に入るパックが登場しております。まあこのタイミングでね、うんうん、フィギュアがちょっとスタイル変わるかななんて思って、うん、私ちょっと見てみたんですけれども、実際今私の本部に配置しておりますが、ちゃんとまたねイラストっぽい感じに、まあ大変なっておりましてですね、いや確かね本当にこの幻獣のボムボマーはもうこのポーズじゃなかったと思うんだよね、まあ、一応置いてみたんだけど、だからねどんどん進化してるんだよね。それで面白いなと思ったのは、ボムボマーのこのさ、うん、何この傷みたいな、え、すごい、これちょっと斬新じゃないこれ、え、何これ、何これだよね、書かれてるこれ何これだよね、書かれてる、そうイラスト見たんだけど別にそんな感じもなくて、でもちょっと怖いよね、すごい、このでも傷っぽいのが立体感があって、 あと千代目、千代目がさ月が、わーってかすごい、月がめっちゃ綺麗、月が綺麗なんですよ、背負ってらっしゃる、そうそう、まあパックではねこの一番この メガネキラーンなんが手に入るんですけど、うん、大体そのタイミングで他もねこうやってくるので、うん、そういう見方をしてみるのもいいですし、あとほらこれもダナディ、ダナディも月、あー綺麗、月いいよね、月欲しい、そしてこの初期のやつも結構美形にお色直ししてて、
いいんじゃないですか、うん、パックのが出るときはお色直しチェックが、ね、そしてついでにあのこの、うん、いやそれすごい気になったんですよ。なんで可愛くないこの部屋。ヤイトさん閉じ込めてますよね。占い部屋みたいになってますけど。そうそうそう、こんな置き方できる。そうそう、広いところがちょっとキュッてなってる小部屋みたいになって面白かった、まあすいません、ちょっとついででした。あのすいません、部屋が狭そうです。うちさん、ね、ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。また山猫の剣士林星病巣族の族長ミネメや竹西者ユギギを仲間にできる猫の日記念にゃんこパックも販売中です。販売期間はいずれも3月3日木曜日までです。続いて現在幻獣暴虐復刻フェスが開催中です。幻獣の世界極区アインスロットと暴虐の世界コマンダービエンタなど幻獣と暴虐のキャラクターが復刻で登場。開催期間は3月3日木曜日までです。この2キャラクターは情報調整が入りましたので、この機会にぜひゲットしてバトルに連れて行ってくださいね。もう一つ最新情報です。いよいよ4月2日土曜日から年代記の塔および黄昏の間に12階層が追加されます。いやです。いやこれねもう当然僕も本当インテリアおじさんになっちゃって、あやちゃんと今井さんには結構頑張ってもらわないと。この間行ったんですよ、11階層はね、そろそろ行けるんではないかと思って。あれごめん、行けてなかったんだっけ。はい、あれそうだっけ。はい、あれあれゆうさんクリアした。いや、あれ10は余裕ですよ。じゃあ11、11やってます。11多分やってないと思う。記憶が多分やっと消されたと思います。あれそうだったっけ。あの11の1は1回だけクリアできたんですけど、まだ早いなっていう。そうで、もうちょっと、もうちょっとかなって言って、はい、今回11の3ぐらいまでいけるかなと思ったんですけど、11の1でボッコボコ、もう忘れちゃって。今までのパターンだとそこから1年後ぐらい、うん、だったりするんだよね。でも待ってた方もいらっしゃると思うので、ぜひ俺たちはね、ぜひ我こそ一番乗りだって方頑張ってください。でですね、11階層が頂上となる最後のシーズンは3月31日まで、4月のシーズンは4月2日12時開始となっております。そんな関係上、4月1日0時から4月2日11時59分までは年代記の塔はプレイできませんので注意してくださいね、はい、でさっきも言いましたけれども、まだ11階層クリアしてない人は、はい、やっぱり11階層が一番上の時にね、確かに後にじゃなくて、宿題はためない、トップの時にぜひぜひクリアしていただきたいですね。3月中ということなんでね、頑張ってください。はい、そして先ほどもお知らせがありましたが、改めて3月3日木曜日よりテイルズオブシリーズとのコラボイベントが開催されます。登場キャラをおさらいしておきましょう。ファブレ公爵家の子族ルーク・フォン・ファブレ、戦士の残武器 CV は鈴木千尋さん、オラクル騎士団のクルーナーティアグランツ、魔法使いのまぶき CV はゆかなさん、そして下町の兄貴分リューリ・ローウェル、戦士の残武器 CV は鳥海康介さん、帝国の姫君エステル、騎士の西武器 CV は中原舞さん、光の抜刀剣士アスベルラント、騎士の残武器 CV は桜井貴寛さん、花の名の少女ソフィー、戦士の拳武器 CV は花澤香菜さん、そして報酬キャラクターとしてラシアンの漁師リッドハーシェル、戦士の残武器 CV は石田明さんが登場です。コラボ開催期間は3月17日木曜日までとなっています。以上チェンクの最新情報でした。お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、というわけでゲストに鈴木千尋さんに来ていただきましたけれども、ちょっとここの感想をやっぱりね、ゆりぽんに聞きましょうか。いや、
ても緊張しましたすごいすごい感想。じゃあでもあれだ、生で一緒になるからちょっとよかったね、緊張がほぐれて。そうですね、よじひろくんいい人でしょ、なんかさ、ゲストなのになんか盛り上げてくれて、本当になんかすごい MC でも問題ないかのようなすごい、あの頭の切り替えが早いというか、さすがちいちゃんでございましたけれども、そんな鈴木ちひろさんですが、来週もゲストに来てくださいますよ、お楽しみに。さて、この番組は毎週月曜日の19時頃に配信されています。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。温泉の番組ページのメールフォームから送れますよ。そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://sgap.ps/luke/ルークです。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は3月7日月曜日18時59分までです。ということで、ここまでの相手は緑川光と今井あさみと高木ゆりかでした。バイバイ。この番組は株式会社セガの提供でお送りしました。